ございます。久しぶりのトミちゃんと車窓から、本日は高速移動。高速の交通マナーを行っていきたいと思います。ね、ETC ですね。名古屋方面、ね、高速道路のマナーね、なんとらん人が多すぎるんで、この動画を見て今一度高速道路について走り方マナーね、もう一度皆さん、ドライバーの皆さん、ね、もう一度初心に帰って、もう一度ね、勉強し直してください、本当に。ね、じゃあ、実践していきますね。早めのウィンカー、後ろ車いますね。ちょっと入るんじゃなくて、ね、後ろに車が入ってくれたら、で、入れてくれたら、こう、ハザードつける。で、ね、今、後ろの車来てます。ミラーで多分見えない。で、早めのウィンカーで、いなくなったら、はい、で、ウィンカーつけたらずっと入る人もいるんですけど、ちょっと危ないんで、で、この今この道は追い越し車線なんです。追い越しだけね。で、あれずっと前見とれば分かるけどね、全然左側は走らへん、走行車線走らへん。で、ここは追い越しのみ、追い越しをするがためだけに走る道、道路。で、車間もなるべく多めに取る。スピードが出とるとね、いざという時にブレーキが止めない、踏んでも間に合わない、ね、で、こうやって開いたでしょ、こうやって開いてるでしょ、開いたらもう早めの床入りますよってことで、ね、こんだけ開いとるのに、あの前の乗用車もトラックもさらにその前と前の乗用車2台こっち入らないでしょ、全く、ね、全く入る、ね、入ろうとしない。だから僕今この車抜かしたいんですけど、抜かせない。こいつ違うナンバーで、早めの輪郭、この一宮ナンバー、こいつもそう、左入らない、左入らなあかんねよ、追い越ししとるでしょ、で走行車線じゃないんで、で、これも早めの左のウィンカー、車線に変更する早めのウィンカー、後ろに分かるように左入りますよっていうつもりで入るんで、ね、あいつら違反やよ、違反分かります、あのプリウスのあいつも違反、こいつも違反、こっちはね走行車線でないんで、こっちは追い越しのみね、こいつも違反、こっち左に入らない、ね、これみんな左に入らない、これみんなね交通違反なんですよ、こっち本当に抜かしたらすぐ
後に左に入る。もう一度初心に帰ってほしい。結局こっちとこっちと、そうね、今90落ちた、こっちもスピード落ちとるね。抜かすにも抜かせない。僕も抜かしたいんだけど、抜かすに抜かせない。同じように走っとる。ね、みんな一緒に走っとるでしょ。前見てわかると思うけど、本当に本当にね、これはまずい、良くない。もうちょっと警察ね、機動隊、高速機動隊ってなるのかな。もうちょっとこのちょっともうちょっとね、取り締まってくれんかな。本当に僕はそう思いますね。本当にこうやって団子になっとるのはもうしょうがないですよ。団子になって走っとる、で走行車線団子になって走っとるのはもうしょうがないんですよ。それはね、この団子を消えるまで走ったらもうすぐ左に入らないじゃないですか。でこうやってスピード落ちるでしょ。なんでこんなにスピード落ちるの、意味がわからん。今これ70キロ、追い越し車線で70キロ、ね、わかります。あれ左いなくなった、だから左入る。で後ろの行きたい字を先に行かせる。でこういう運転する。今これ85、こっちも85ね、85ちょいかな、こっちも85。走行車線じゃないんで、何でも言うけど、ね、追い越し車線なので、こっちからね、車に今合流するでしょ。合流するとき道を開ける。だからこっちちょっと入る。でこっちの車、これから合流する、で車が入りやすいように道を開けてあげる。走行車線道を開けてあげる、ね、そうするとこの合流する車、皆さんね、楽に合流できる。でこれもマナー、マナーの一つで、で急ぎたくないでしょう。でも早く2人が、で早めのインカーで、今80キロ、あのトラックも遅いね。はい、早めのインカー抜かしたいですからね。今80キロですから、本当にね、高速道路のマナーがなってない。あと高速道路は一般道じゃないんで、高速道路は高速道路の走り方っていうのがあるんで、ちゃんとその走り方に沿って走ってもらいたい。であれば渋滞っていうのが起きない。渋滞が起きるっていうのはスピードメーターを見てない。だからちょっと上り坂になってくるとスピード落ちてます。それはスピードメーター見てないもんでスピード落ちる。で今僕ここは入れるんだけど、入れるんだけど、なんで入らんかったけど、そっちインター、インターでまたこっち側だったらね、スピード落ちるんですよ。こっちに入ったりするんで、でもう一度入る車を見計らって、あ、これ入らんか、見計らって車線変更、左車線、走行車で穴が開いとるんで、はい、早めのインカー。まだあいつね、今あいつ違反、あいつお茶器、あれワゴンボックス、
こっちから一気にこっち入ったんですね。それも違反、本当に違反。お前マナーなってね。ね、あ、来た、ね、合流すっと、もうこっち、ね、あの乗車学校で習ったやつ、左折するときは何百メートル手前で左側車線に入って、で左側を走ってくって習ったでしょ。なんで走行車線がいきなり合流じゃなくてインター出口に入ってくの。その場合は普通走行車線から、あ、じゃあ追い越し車線から走行車線に入って、でそこからインター出口に入る、ね、それができてない。走行しとるもんね、追い越しじゃなくて走行しとるもんね、だから固まるもんね、団子になってるね。
ね。だから僕から言わせたら、おめえらもうちょっとね、もう一回ちょっと乗車庫行ってやり直せ、その中にはね、ゴールド免許ってやつ、やつも多分おると思う。まともな運転もできんくせえしなり、ゴールド免許渡しとるんやったらしい、ペーパードライバーにゴールド免許渡したってしゃあねえやろ、初心者なんや。初心者と一緒ないぞ、俺みたいにね、こう毎日こうね、まあ、高速道路嫌いなトミちゃんですけど、今こう新しいね会社に来てから毎日というほど忙しくて、ほぼ毎日高速道路運転してますけど、走ってますけどね、で 500m で今1キロぐらいから手前からね、僕はもう安全を期してずっとこっち走ってます。まあ、本来はね、ああやって割り込みしたらさね、早いウインカーだ、ウインカー出すか早いか、車線変更するか早いか、あれやったでしょ、ああいうことをやると事故のことね、あのどんだけ朝の時間帯どんだけ混んどるかわからんもんね、早めのウインカーね、で相手入り口まで来そうでしょ、だからどんだけ混んどるかわからんもんで、だからああいう運転したら事故になるんですよ。だからこっち側を抜かしてもよかったんだけど、抜かさんように来とるんですよ、事故になるもんで、でこういう渋滞しとるんで、早めのハザードだから後ろのトラックもハザードつけとるんだね、これをね、早めのハザード、それは事故防止なんで、事故を抑制するんで、事故防止なんで、事故防止で、このプリウスも、もしもしもよ、もっともっと先から渋滞しとったらこいつ事故しとるね。だからそういうね、横着い運転をしちゃダメ、だから事故になるね。え、本当に高速道路は面白い生きとるね、生きとる、さすがやわね、え、悪い見本をいっぱいみんな出してくれるねえ、本当に悪い見本、みんないっぱい、みんないっぱい悪い方を見本をねえ出してくれるもんで、まあねえ、 YouTube の撮影が撮りやすいですわ、本当に。ああ、ねえ、小牧出口、ねえ、ここから導入、ここからねえ、インター出て41号線を南下します。ねえ、本当に面白いわマジでマジで面白いわ、高速道路ね。 YouTube に違反車両いっぱい乗っとるんでね、警察の皆さんナンバー見たらね、徹底的に追い詰めてくださいよ、本当に。なんで僕がそれを言うかというと、行っても今の若者が通らないんですよね、本当に。昔僕が撮った時代のね、その時代の高速道路って言ったら、本当にね、追い越し車線はものすごい空いとったんで、本当にそれは一般道でも一緒なんですよ。一般道でも第二車線とかっていうのはものすごい空いとったんですよ。なんかここ最近になってからかな、ここ5年か10年かな、5年か10年はもうほんとひどいね、え、第2車線でももうほんとにね、ちんたらこいたら、まあゆったり走ってね、で高速道路でもそう、追い越し車線なの走行してちんたらこいたら、まあ走ってね、まあ考えられるね、え、本当にすごいっすわ。ねえ、本当にすごい。マジですごいわ。ビビるよ、本当に。ビビるというか、笑うな。あのプリウスね、ちょっとしまい。プリウス、この80倍。本当にね、あ、そうそう。僕のね、常にトラック大型乗ってる女子ドライバー、ガールズドライバーおるんやけど、ねえ、その人も言っとるけど、本当にね、プリウスに乗っとる人みんな横着衣。
まあこんなこと言ったら若干1名怒られるんで、これ以上のことは言わないですけど、それ言っとかんと後でやばい後でやばくなるんですいません、ね、別にバカにしとるわけじゃないですよ本当に、はい、それ以外のどっち行こう、あこっちに行こう、明日行こう、ね、それ以外のプリウスはやばいです、やばいよやばいよで、はい、やばいです、だから、俺はもうだ ETC だから、こういう時 ETC 不便なんだよね。ETC 3つしか動いてねえぞ。あれ一番奥、ん？一番奥使えんのかこれ。使えていないのかこれ。なんじゃこれ。一番奥使えてないんか。混んでますね。さすがに。